どうもねねです。メタルギアソリッド5ザ・ファントムペインですね、続きを遊んでいきたいと思います。前回はすごいボロボロの状態で、病室から始まりまして、看護婦さん と、医師の人がですね、後ろから首を絞められて殺されてしまいました。で、なんか世界に狙われてるみたいですね。助けてくれ、すごいこっち見てる。今のうちだ。これでいいのかな。L3でダッシュ。逃げよう。そうだな、逃げよう。
ぱい人がいる。どうするどうする。おい、こっちだ。おい、こっちだ。さあ入って。大丈夫なの？落ち着いてください。みんな落ち着いてくれ。指示があるまで待機していてください。どうなってんだよ。状況はわからないけど。なくしてしまうと。あ、落ち着いてください。大丈夫ですので。前が動かないんだ。あ、ちょっと。ちょっとごめんなさいね。ごめんなさいね。ここ行くかな。いたか。いない。ここに逃げてきた。よく探せ。うつ伏せになれ。往復で移動するんだ。
見つかるぞ。死んだふりだ。止まれ。それ撃たれるんじゃない？撃たれるよね。重傷。怪我か。止まって手当てしろ。止まるんだ。
直したよ。階段で降りよう。銃もらった。銃は撃てる。構えボタンで構えたまま攻撃ボタンを押せ。消火器を狙え。難しいな、意外と。さすがだ、行くぞ。あまりこの手のゲームやってないんですよ。まあ、アンチャーテッドとかそういったシリーズは遊んできたんですけど、メタルギアシリーズはピースウォーカーだけですね、遊んだことあるのは。4人。
痛い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 。もういないのかな。ちょっとこれキー操作とか後で変更しないとダメかもしれないですね。塞がれちゃったよ。見つかっちゃったよ。緊急回避。
んでった。どうしようどうしよう。ないよ。乗れ、早く。のっけから激しいですね。大丈夫なのかな。
さあ乗れ。敵ではない。誰？早く。早く。ショットガンはあんまり距離離れちゃうと威力なくなっちゃうよね。熱いよ。タイミングを測ってリロードしよう。リロードのタイミングに気をつけろ。ヤツが攻撃する直線を狙え。無理でしょう。振り切ったか。頼む、何とかしてくれ。隙を狙い。見えたぞ。皆様。うんな。雨降ってる。え？ランク A でした。はい、というわけで今回はここで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。